志免町は福岡県福岡市近郊の町、福岡都市圏の一部である。福岡市東部に位置する。町域の南部と西部に丘陵地帯があるものの、おおむね平坦である。ほぼ全域が市街地化されている。面積は吉富町に次いで、県下では2番目に狭い。人口密度は2015年国勢調査基準で、全国の町村並びに、鉄道路線の存在しない市町村の中では最も高い。福岡県内では春日市に次いで第2位である。隣町である海町にある海八幡宮のしめ縄が張られた土地であることから、しめの地名となった説がある。粕屋郡南部一帯に広がる粕屋炭田と呼ばれる炭田地域の中心部にあたり、かつては町内に数カ所の炭鉱を有し、石炭産業で栄えたが、エネルギー革命の影響で1964年に国鉄志免工業所が閉山したのを最後に町内から炭鉱がなくなった。町のシンボルともいえる炭鉱跡地の立坑櫓と片山はかなりの土地を占有しているため長年その利用方は議論されているが撤去に莫大な費用がかかることと土地が山頂にまたがっていることなどから未だ手付け数のままである。そのうち立坑櫓は貴重性が認められ、国指定重要文化財に指定された。現在は福岡市に隣接していることと、適度に安い地価からベッドタウンとして住宅が多数建設され、人口が増加している。高等学校、中学校、小学校町内にはないが、町中心部から福岡空港まで 2km 程度。かつては国鉄勝田線と貨物専用線ではあるが、国鉄香椎線の旅石線、開通は、こちらが早いが、海軍炭鉱の石炭を輸送するための指名駅が設置され、後に、勝田線が開通で、設置の新指名駅が旅客輸送を開始した。が町内を通っていたが、国鉄再建法により、特定地方交通線に指定され、1985年4月1日に廃線となり、現在町内に鉄道路線はない。最寄りの駅は JR 香椎線の坂戸駅、須駅、須中央駅、新原駅や篠栗線の遊子駅、及び福岡市地下鉄の福岡空港駅などだが、町内から博多駅、吉塚駅、天神への直通バス路線も通じているため、博多駅を利用する町民も多い。高速道路主要地方道一般県道。ありがとうございます。